花さんですよね。ダイヤモンドダストの桃花さんの。ありがとう。で、本当に桃花さんの歌が好きで、桃花さんにも会えたし。桃花さん、だって作ったのは桃花さんですよね。桃花さんです。桃花さんかっこいいと。私は勉強、桃花さんは音楽。桃花さんも桃花さん、スバルちゃんいるよって桃花さんが言うから。桃花さんが余計なものを教えるからいけないんです。バンドは桃花さんに任せて、でしょ。だったら桃花さんが歌えばいいじゃないですか。ん、桃花さんの罠にハマっちゃったな。これ桃花さんの元バンドメンバーでしょ。桃花さんみたいに。桃花さんはどう思ってるんですか。桃花さん、桃花さん、もしかして男と付き合ったことないパターンか。桃花さんはあるんですか。桃花さんが思いやりがないからです。おお、桃ちゃん、何年ぶり。桃ちゃんだけが頼り。あ、桃花さん、やば、かわいい。桃花さん、自分がお金出してるってちゃんと言ってくれればいいのに。桃花さんからしたら子供なんだよ。あ、あ、桃ちゃんとこの。どうも。桃花さんはどうして辞めたんですか。新しくて、桃ちゃんだけは嫌だって。あ、よかったら桃ちゃんにも渡しといて。どうする、桃花さんに渡す。桃花さんに私の気持ちは分かりません。じゃあ桃花さんはあれでいいと。ダイヤモンドダストは桃花さんがやっていたものと違うバンドですよ。桃花さんが魂かけていたバンドですよ。桃花さんにとってダイヤモンドダストは魂。私はただ桃花さんがやってたダイヤモンドダストが好きなんです。桃花さんがやってたダイヤモンドダストが好きなんです。でも私は桃花さんが好きです。桃花さんの歌が好きだから、桃花さんだから。桃花さん、お酒強いんじゃなかった。どう？いや、これは変じゃない。桃花さん、ちょっと一旦下ろしますよ。ごめんね。元ダイヤモンドダスト、桃花出演。お、桃ちゃん。えいっす。けど、スタッフが勝手に桃ちゃんのこと書いちゃって。ありがたいことにチケットはソールドアウトだよ。え。あんたが桃花。そうだけど、悪いけど。桃花さん、桃花さんの目標を聞いてるんです。桃花さん、一応プロだったわけでしょ。なんだろう、桃花さん。じゃあみんなで高校生の制服でも着てやってみるか。新川崎女学院でーすとかって。桃花さんが来たら完全に詐欺ですね。やめて差し上げろ。で、どうすんの。すぐ桃花さんに連絡しよう。ふん、お前はバカか。なんで。桃花さん、ベースとキーボード欲しいって言ってたでしょ。桃花さんがいいよって言うと思う。多分桃花さんは二人いるんだよ。よろしく。ギターの河原木です。元ダイヤモンドダスト、河原木桃花。あんたとはまた後で。はい、桃花さんが来るまで。あの、桃花さん、桃花さんは間違ってない。桃花さんの歌は負けてないって。その後、桃花さんはどうです。じゃあ次は桃花さん。笑顔。桃花さんとともちゃん、もう少し笑って。これが桃の新しいバンドか。桃？はい、はい。かもしれませんね、桃花さん。桃とやりたいから呼んだんだし。ちら重いんだよ、桃花さん。あみ、桃花さんのことをよろしく。え、スバルちゃんとルパさんとともちゃんと桃花さんとルパさん、ともちゃん、スバルちゃん、桃花さん、私
予備校を辞めます。あっちゃー、桃かん。聞いてますよ、桃かさん。黙れ。スバルちゃん、桃かさんの味方？桃かさんに。そもそも桃かさんがいけないんです。逃げようとしているのは桃かさんじゃないですか。うるせえな。桃かさんと一緒だから頑張れって言って。で、桃かとはどうなったの？で、桃かさんとドライブする。桃かさんの歌が通用し、桃かさんの曲は否定され。桃かさん。桃かだよね。桃か、桃かさん。桃かさん待って。桃かさん。バカ野郎、正気か。これで大合子ですよね。なんで逃げるんですか。桃かさんが逃げる必要なんてない。桃かさんは何も間違ってない。うるさい。桃か。桃か。私たち忘れないから。何がおかしい。桃かさん、なんだ。やっぱり私、桃かさんが好きです。桃かさんは何が不満なんです。桃かさんのところは。桃かさん夜勤だし。あ、桃かさん大好き。ちょっと待って待って、桃かさん。いいから捨ててって。桃かさん言ってたよ。桃かさんはどう思います。いるんでしょ、桃かと一緒にステージで。桃か、三浦は桃かさんが大好きです。桃かさんが目指していた音楽をきちんと形にしてほしいと思ってます。それがこのバンドにはあります。ですよね。いいから座れ。はい。桃かさん、じゃあちゃんとしてこいよ。桃かさんもですか。桃かさん、桃かさんが絶対ニーナは帰ってくるって聞かなくてさ。桃かさん、桃かさんに聞いてみよ。私と桃かさんは。桃かさん。あ、桃かさん。どこに。桃かさん、桃かさん、みんな。桃かさんとキーボードともちゃん、そして正論モンスターボーカルのニーナ。桃かさん、私間違ってないですよね。桃かさんにいろいろ教えても。桃かさん覚えられたんですか。桃かさん、よし。桃かさんが三浦さんにも聞いて。桃かさん、桃かさん、桃かさんが決めるべきです。今のダイヤモンドダストと一番縁が深いのは桃かさんなんですから。桃かさんはダイダスのナナさんたちどうしたんですか。桃かさん、桃かさんが苦しんでる。桃かさん、なんだ。あれ、桃かさんは悪い。じゃあなって。桃かさん、やっぱり気づいてますね。さんは桃かさんが自分でそれ言おうと。そりゃ桃かさんが傷つくから。桃かさんは間違ってない。桃かさんの歌は通用するんだ。多分ルパも桃かもスバルも。桃かさん、ん、桃かさんの歌があったから。でー